はい、どうもこんにちは、カジマクです。やっとちょっと調子戻ってきました。いや長かった。まだまだちょっと声に張りがなくてお聞き苦しい点があるかもしれませんけど、とりあえず今日からカジマクチャンネル完全復帰したいと思います。いやもうほんと長くて約10日間まともに動画撮ってませんでした。なんでやりたいものがたくさん溜まっていて、どれからやろうか迷ってるんですけど、とりあえず今回は昨日から始まっているこれ、Amazon ファッション×夏休みタイムセール祭り始まってます。まあとはいえ先日 Amazon のお祭りプライムで終わったばかりなんで、もう買うものないわっていう方結構いらっしゃるんじゃないかと思います。ざっと見てみてもそんな飛びつくようなセールもなかったんで、今回僕はまた同時開催のポイントアップキャンペーン、これ目的で1万以上の買い物だけしました。でとりあえずこのキャンペーン、まずは何はなくともエントリー、説明欄にリンク貼っときます。そちらをポチッとして、このキャンペーンにエントリーするボタン、これをポチ押しておきましょう。で今回は最大 10%、 最高5000ポイントまで還元されます。でその内容はプライム会員で 2%、 Amazon マスターカードの購入で最大 3%、 そしてこの下段、これがもしかしたら人によって変わってくるかもしれませんけど、僕の場合は服、靴、バッグ、財布、時計、ジュエリー、これがさらに 5% ポイントアップの最大 10%、 こんな感じになってます。はい、それでは今回そんなに大したものは買ってませんけど、とりあえず1万以上お買い物したんで、カジマクが買ったものを全部ご紹介してみたいと思います。それでは始めていきます。 Amazon ファッション×夏休みタイムセール祭り、カジマクが購入したもののご紹介スタート。で今回は5点買いました。ただこの5点のうち2点は2つずつ買ったんで、実質は3種類。生活用品もあるんで、あまり楽しくないかもしれませんけど、とりあえずご紹介していきます。まずはこちら。クリーンデンタル 100g。ちょっとお高い歯磨き粉。はい、もううちも、かなりいいお年頃なんで、口腔ケア、若干気を使ってます。この歯磨き粉を2つ、今回購入しました。で、次。僕が休んでる間、南海トラフ関連のでっかい地震がありました。大丈夫でしたでしょうか。僕は関西済みなんで揺れも感じなかったんですけど、昨日はまたそれと別に関東で大きな地震がありました。ってことで今うちでも防災グッズ見直して、昨日詰め直したところでした。でちょっと足りないなと思ったのがヘルメット、これがなかったんで、はい、実はうち今自転車ないんですけど、いずれ自転車でも使えるんじゃないかと思って、今回こちらタイムセールでお安くなっていた自転車用のヘルメット、これを防災用のヘルメットも兼ねて、今回僕の分 XL と嫁マックの分 L、 これを買いました。はい、僕は XL 最大でおそらくギリ頭回りいけるんじゃないかと思うんですけど、嫁マックには L だとちょっと大きいかもしれません。ただ測ってみると1センチぐらいの誤差なんで、多分大丈夫じゃないかなと思いつつ、この自転車用のヘルメット、僕と嫁マック各1個買いました。これでとりあえずうちの防災グッズ素人なりに揃えたんで、足りてないものあるかもしれませんけど、一応リュック1個に靴にズボン、そして今回購入したヘルメット、これを枕元に常備していざっていう時持ち出せるようにしておきます。皆さんもまだっていう方は一度防災グッズ見直してみてはいかがでしょうか。今回僕はこういうものを買いました。で最後、これが一番カジマクチャンネルらしいシャオミのサウンドアウトドア、Bluetooth スピーカー、これを購入しました。はい、最近シャオミさん、スマホ以外のもの結構発売されていて、はい、例えばサングラスとか、ちょっと変わったものの発表も多いんですけど、今回これ、Bluetooth スピーカー、実は2種類販売されてます。もう一つは、こういった小型の、スタンドポケット、これも発売されていて、おそらくこれ、発売記念特価で、1990円になってます。はい、Amazon では売り切れてますけど、僕は今回この大きい方、30W の Bluetooth スピーカー、これを買いました。なんとこれ、2台つなげるとステレオになって、最大100台までつなげられるそうで、いや、ちょっと面白いなって思ったんですけど、僕の使い方では、基本的に Bluetooth スピーカー、1台しか使わないことが多いんで、今回カラバリー、ブラック、ブルー、レッドのうち、本当はちょっとブルー欲しかったんですけど、今アマゾンでは一時的に在庫切れ。なんでこのレッド、これを購入しました。またこれも届いたらご紹介してみたいと思います。ということで今回購入した商品、ポイント還元の内容を見てみると、ドーン。はい、これが、ポイントアップキャンペーンエントリー前のもの、389ポイント。この状態でエントリーすると、
ドーン。はい、779ポイント。結構増えました。はい、今回、最大 10% ですけど、僕の場合、そこまでは到達してないんで、そんなには大きくないですけど、やっぱりポイント、ないよりあった方がいいですよね。結局今回、その合計金額、12,975 円。こういう結果になりました。一応今回購入したもの全部、説明欄にリンク貼っときます。よかったらチェックしてみてください。で、今、密かに、Amazon Kindle Unlimited 2ヶ月99円。こういったキャンペーンが始まっていたり、Amazon Music Unlimited 3ヶ月間月額300円。そういったキャンペーンも始まってるみたいです。そのあたりも一応説明欄にリンク貼っときます。よかったら気になる方チェックしてみてください。で、とりあえず、今日からまた復活したいカジマクチャンネル。まあまたちょっと、声が本調子ではないんで、あまり長い動画撮れませんけど、また明日以降、撮りたかったものをたくさん控えてますんで、ぼちぼちやっていきたいと思います。はい、もう本当、例の新型ウイルス、かかるとかなりしんどいんで、皆さんもこのお盆休み、かからないようにご注意ください。ということで、2024年8月、Amazon ファッション×夏休みタイムセール祭り、カジマックが買ったもののご紹介でした。ではまた次回。